ね。よいしょ。影伸び山も行きたいね。行きたいんだよ、あそこ。いいよ、あそこの山は本当に最高に綺麗。いい山スタートだ。去年の山締めは筑波山っていうのもオスだったなと思って、うん、念願だった。このズボンさ、ユニクロのダンパンのさ、クリームタイプだけどさ、全然使えるよね。ほな、靴と靴下とベースインナーだけ、うん、その登山のものちゃんと使ってれば、あと結構外にある何でも平気だよねっていう説てか今、他のそういうユニクロとかバカにできないからさ、風通さなかったり、撮影室のやつも強かったりするし、まあそういった面では一番なんかウンコ落ちてる。え、何のウンコだろう。見てなかった。それによってはハラハラ。はあ、ワークマンも強いしね。うん。やコスパ安いし。ベースレイヤーのメリノウールのシャツが2000円で買えるとこが出た。あーすげえ整々としてていいな。人がいなさすぎて寂しいけど、帽子がさ、厚すぎて歩くのね。今日は暑くね。でかい松ぼっくりはそこにない。でかい松ぼっくり。アバターのお兄さん。アバターの、オバタか。アバターじゃない。じゃあ、アバターになっちゃう。アバター。なんか柴田さんがさ、うん、雷神で、うん、勝っちゃったんだよ、確か。はい、世界王者に、はい。で、なんか、物議を醸してるらしいよ。あとになって多分それも台本なんだろうけど、ちょっと面白かった。なるほど。要は1試合目は遊んで2試合目はガチでやりましょうみたいな流れだったらしいんだけど、うん、1試合目でガチで勝っちゃったから、うん、お前人ついてんじゃねえよみたいな、おにぎりが食べたい。車で来んの心臓に悪そう。うん。なに、レレレレンって来たけど、なんだと。レレレレンって来た。これ、あ、水ここに刺すときは大丈夫だけど、あ、いやいや
ちょっとじわる。これ結構距離あるよ。距離あるでしょうね。うん、道はでも体力的に普通に上から行っても変わんないじゃん、一番。うん、いや上からなんか時間かかると思うよ。精神的に削られるもん、あれ。ぐわーっ、だってあの線形の道だと、うん、30、20、50、50、10分ぐらいの差なのかな。上で行っても下で行って、このルートに行っても。はいね。確かにこっちの方がちょっと遠回りだったからかかるかな。もう 5.1 キロもあるから。 10.1? 5.1。 あ、5でしか、びっくりした。え、 5.1 ね。10キロぐらい、なんて今日は10キロ行くのかな、今日は。え、だってここの時点で5キロで。うわ、怖っ。いや、これもこけたら下まで転がる、転がってっちゃう、これだよね、これ。怖怖、うん、ちょっとずつこう上りにね、あと何メートルだよ、なってきたわけですよ。あー、カッパーのジャケット、発送するの結構時間かかるタイプの人だから、待ち遠しいな、早く欲しいな。ね、やっぱ悩んだけど、やっぱりなんかあれいいな、やっぱりいいな。ああいう色のちょっと襟元ボアのやつが欲しかったから、うん、備品的に言ってるぐらいなので気に入ります。うまっ、ここの自然はうまいぞ。なんか三沢峠登る途中に雰囲気抜けるね、場所が近いだけで。まあね、今日あそこ渋滞したのがちょっと誤算だったな。どういうお金、うん、まだみんな休みだったんだな。今日もスーッと行けると思ったもん。まだ意外と今日明日まで休みの人多いんだよ、うん、それからちょっと休む日をずらして、あ、今週いっぱいを休みにする人の方が多いのかもしれないね。なるほど、うん、だから年末までがっつり仕事して、ちなみに今1時46分。上がってよ、大丈夫。仏城山はもうそろそろ着くもんな。いや、まだまだだ、すごい。まだまだ、うん、そんなに早く、そんなに早く、そんな近くない。よし、だけどな、ワークゾーンができればな、楽なんだけどね。まあね、歩道もうやばい状態になってんだもんね。もう学習歩道こうなくなっちゃってる。学習歩道でしょ、うん、うんうん、完全に作れないほどもう土砂崩れになってるんでしょうね、おそらくね。そうしますね、本当にやばかったもんね。
和田あれやばかったね。綺麗だね。車とか持ってたもんね。うん、あれ見た時にあって思って、あれも車はどうなんだろうな、まあ、洗えば大丈夫か、まあ、押し潰されてなければ。うん、なんかアメ車みたいな車だったからどうなんでしょうね。まあ、ね、めっちゃ怖かったもんね、確か。うん、なんかあんな状態であそこに観光みたいに来たから、なんか申し訳ない気持ちになったな、途中で。あ、いつもの質問。今出たんだ。まあまあまあ。やだな。え、こういうふうに言うのかな。ゴール地点がまだ見えない。いや、まだ先ですよ。あ、その先なんだ。ここまでだね、車は。あ、ほんとだ。こっから負荷なんだ。ちょっと待って、まだだっけ、あと40分ぐらい。そうそう、通れなくはないけど、崩れたらこれ行けないぞ、車も。あ、でもちょっと後あるんだ。うん、こっちが、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、一応持ってるからやっとこう、やっぱりお互い遭遇しないのが平和だから。あ、クマちゃん。うん、どこにつけよう。本当だ、すげえな。あるんじゃない？あ、こんなのかな。なんか崩壊したの。車無理や。うん。危険、立ち入り禁止。ここでしょ？禁止なの。ぽいね。だって手、これ平均は上がって。落ちたないし、道。ね。でも、踏み跡あるから。え？踏み跡はあるから。1時51分。
全然いない。人が全然いない。